2019年4月14日、横浜スタジアムにて、吹け8頭は、香川県綾歌郡綾川町出身のプロ、野球審判員。審判員袖番号は33。堺で一高校を卒業後に、広島のスポーツ医学専門学校へ進学し、野球部で審判技術を学んだ。さらに二度アメリカへ、海外留学し、ジムエヴァンス審判学校。 ハリー・ウェンデルステッド審判学校に所属した。近畿大学を経て2003年からパシフィックリーグ審判員となる。香川県出身の審判員は、大っき勝み以来だった。プロ野球審判を目指すきっかけは、軟式野球の審判をやっていた父親の影響と語っている。2012年にオールスターゲームに初出場し、松山、 ボッチャンスタジアムで行われた第2戦で休診を務めた。2015年3月3日、香川県丸亀市に完成した丸亀市民球場のコケラ落としイベントとして行われたオープン戦の阪神対ソフトバンク戦で休診を務めた。テレビ中継等でアナウンサーなどが福屋と呼び間違えることがあるが正しくは、服である。2019年7月30日の阪神対、 中日では球審を務めた。この試合の6回裏、打者、梅野龍太郎がバントをするも、バッターボックス上のショーフライとなり、打球を処理しようとした、保守、木下拓也の妨げになった。このプレーに対しすぐさま守備妨害を宣告したこと、さらにプレーへの説明を的確に言ったことが評価され、この年のファインジャッジ賞を受賞した。 2019年に日本シリーズ初出場を果たし、第2戦で急進を務めた。ありがとうございます。